2022年3月の標的チャレンジクエストは、ゲーミング宇宙人。ゲーミングっていうと青白くキラキラ光るやつですね。たまには構成を変えてやってみましょう。この感じで。行ってきます。来ないでください。敵の体力は32万ですね。ではとっておきのゲージを貯めていきましょう。初回に孤立をかけてきますね。これ範囲攻撃の時が外れパターンですね。全体に金縛りと眠りをかけてきますね。これ注意です。では小夢ちゃんに変えちゃいましょう。この金縛りかかってる子ですね。戦武器のスキルです。小夢ちゃんに集めていきましょう。疲れを軽減する呪文です。元気になる。よし、こういうちっちゃいところで取っていくのゲージ貯めていきましょうね。元気になる歌です。よし、変えましょう。私に任せて。こっちですね。さあもう一歩行こう。離しましょう。本気出しちゃおうっと。でここであえてキララ装備ですね。今回は僧侶のオープン。味方全体の状態異常一定ターン無効化ですね。みんなに元気を。よし、さあもう一歩行こう。それで耐えられます。変えましょう。ここでアルケミストが出てきますね。気を抜かないで。今回は土属性耐性をダウンしましょう。私も怒りますよ。これでちょうどぐらいかなですね。私の元気みんなに届け。もうちょっと土属性耐性下げていきましょうね。これでおしまいです。では2連発いきましょう。こうですね。ドーナツパワー解放。はい。イギリスで拾った石です。私の一番の宝物です。翼さん、集中できるようにお手伝いします。コーヒー入れました。お片付けします。ごめんなさい、入れられます。てな感じですね。今回は属性耐性が効くみたいですね。もう一発撃ちましょうね。恋する力がみなぎってきたよ。翼さん、集中できるようにお手伝いします。コーヒー入れました。お片付けします。ごめんなさい、入れられます。てな感じです。やったね、みんなのおかげだよ。初回の敵の行動パターンに注意です。続いては比較的フルなメンバーで回してみましょう。さあ行こう。頑張ります。よし、初回からステラのオーブですね、使っちゃいましょう。みんなの癒しになりますように。これはどうなんだろう、ヘイト狙ってくれるのかな。すり抜けもあるみたいですね。ではアリスちゃんに変えちゃいましょう。私食べても美味しくないので。戦武器のスキルです。来年のクリスマスもシノと一緒だよ。まあ、全部乗せちゃいましょうね。大丈夫、私踊れるよ。 OK、 アリスちゃんですね。責任重大です。危ない。よし、変えましょう。これはちょっと怖いかも。海の旗より巨大化し、七色に輝く。オッケー。危ない。こういうのもありますよ。焦らずに行きましょう。あ、これでちょうどぐらいですね。負けないよ。まあ、せっかくなんでココアちゃんも乗せちゃいましょう。みんな突撃。入りますね。私のパワーを分けてあげる。デビュー。2連発の方がいいかなですね。では全部乗せちゃいましょう。有利属性ですね。それ
あとクリティカルのアップですね。大丈夫、任せて。2連発です。いきましょう。てな感じです。スタン取れますよ。よし、もう一発打ちましょう。あ、でも普通の大攻撃でいけそうですかね。あ、倒せない。てな感じです。もうちょっと火力持った方が良さそうですね。で、とっておきが上がりきっていない方はこちらのとっておきの育成ダンジョンですね、あるんでやってみてくださいね。